セットメニューの騒ぎ。今、セットメニューという本をパラパラめくって見ているのだが、カラー写真満載でとても楽しい。食関係の本で知られる柴田書店の発行で、実際に各店で出しているセットメニューを120例、カラー写真で載せている。セットメニューというのは、最近のファミレスや駅ビルなどのレストラン街のメニューによくある親子丼にきつねうどんがつくやつとか、チャーハンに麻婆豆腐がつくやつとかのいわゆるつくやつのことで、今これが大流行りのようだ。客の方は1回の食事であれもこれも食べられて嬉しいし、客側、店側は客一人の売り上げが伸びて嬉しい。ことさら英語でセットメニューなどと言わなくとも、このシステムは昔からあった。立ち食いそば屋で狐そばにいなり寿司をつけるというのもセットメニューと言えるし、神田のラーメンの有名店サブちゃんのラーメンとチャーハン半分のセット半ちゃんもセットメニュー以外の何物でもない。いよいよボーナスシーズン。一家で外食という機会も増える折から、世のお父さんたちも今からセットメニュー大研究を怠らないようにしておかないと大変なことになるということを警告しておきたい。なぜ大変なことになるのかは、この文章を最後まで読まないとわからないので、読むのを途中でやめないよう警告しておきたい。あのほら、テレビのバラエティ番組などで、この回答はお知らせの後なんて言って延々と CM を見せるというあの手ですね。このセットメニューという本を見ていて分かったことだが、セットメニューの基本形はご飯物に汁物がつくということだった。山菜ご飯にさぬきうどんがつく。炊き込みご飯にきしめんがつくという形式。面白いのは、こうした形式のセットは例外なくご飯物左側、汁物右側になっていることだ。つまり普段の食事の時のご飯左、味噌汁右の飲酒を踏襲しているわけです。たとえ山菜ご飯の器が極めて小さく貧弱で、さぬきうどんの丼が巨大で豪華であっても、この形式は変わらない。僕はこの山菜ご飯が不憫でならない。実験は母ちゃんに握られているのに、なんとか飲酒の力で辛いばりしている父ちゃんのようで、見ていてつらい。カレーライスとたぬきそばというセットが載っている。普段昼食なんかを食べようとするときは、今日はカレーにするか、今日はたぬきそばにするかという発想だが、これは両方一変という大事なのだ。まず最初、左側のカレーライスをスプーンですくって食べつつも、目は右側のたぬきそばに注がれている。いつたぬきそばに取りかかるか、どういうきっかけで取りかかるか、そのタイミングはなかなか難しいものがあるような気がする。その都度スプーンから端へ、端からスプーンに取り替えなければならないわけだから、それ相応の覚悟というか、それなりの理由というか、そういうものが必要で、生実家なきっかけ、いい加減なきっかけは許されるものではない。こういうご飯物と汁物は、組み合わせとして誰もが一応納得できる穏便なセットと言えるが、たまには大物同士の対決ものもあってもいいのではないか。カツ丼ととんかつのセットとか、うな丼と牛丼のセットとかの大物同士が激突する激突ものもたまには食べてみたい気がする。中華系のセットものにラーメン、麻婆豆腐、ザーサイ、ライスというのが載っている。このセットのコンセプトは何か。麻婆豆腐とライスの組み合わせを取った他に
ラーメンも取ったと考えると豪華な食事ということになる。しかしラーメンライスを取った後、なんだか悲しくなってつい血迷って麻婆豆腐も取ってしまったと考えると、とても哀れな食事ということになる。そのラーメン、麻婆豆腐、ザーサイ、ライスのセットの写真のすぐ右隣に、ラーメン、チャーハン、ザーサイのセットが載っている。この両セットをお店の前のショーケースで見た人は大いに悩むことになるに違いない。双方あまりにも魅力的だ。白いご飯を麻婆豆腐で食べつつ、時々ラーメンをすする。いいなあ。チャーハンをレンゲですくってかっこみつつ、時々ラーメンをすする。悪くないなあ。ボーナスもらって息子二人と母ちゃんの一家四人でやってきたお父さんは、ショーケースの前で悩むことになる。白いご飯とザーサイつうのは何とも合うんだよな。チャーハンにザーサイつうのは白いご飯に比べるとイマイチなんだよな。しかしこのチャーハン、色といい、ツヤといい、何ともうまそうだな。とうなったあげく、もう一度とうなる。このお父さんのうなりを聞きつつ、息子二人も同じようにうなる。そうしてそれぞれがようやく麻婆豆腐のセット、チャーハンのセットと決定し、そのことをお母さんに告げると、お母さんはチャーハンセット不可を全員に言い渡すわけです。なぜならチャーハンの方は150円高いからですね。今からそのあたりの対策が必要なわけが今わかったでしょ。